はい、こんにちは。まえチャンネル前原です。はい、えいしんくんここにいますけれどもね。はい、今日はこちらでございますね。宇宙戦隊キューレンジャーの4つのボイジャーとキューバックルですね。はい、これも2017年の2月11日発売されたものです。はい、一気に出過ぎだよね。じゃあ一つずつ開けていきましょう。はい、じゃあまずバックルから開けていきましょう。はい、よいしょ。バックル、よいしょ。はい、こちらがキューバックルですね。はい、かっこいいね。うん、それで仕組みは超シンプルで、ここのボタンを押すとこれ開くだけ。うん、だけです。うっ、まさかの。うん、特に音も鳴らないし光もしないし、うん、っていうやつですね。はい、そしてこちらが付属しておりました9玉ですね。はい、双子9玉かな。うん、で番号は25です。はい、で合わせてもらえますか。はい、よいしょ。はい、これで双子座になりました。はい、ここにセットして、要は9玉がここに転送されてくるってことなんだろうね。中に転送されてきて、で開けると出てくる。そう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 、そんな感じだと思います。うん、ちょっとね、今日のテレビ本編で出てこなかったんで、これはね、仕組みが、うん、だからまだわかんないですね。はい、では9連王の胸部分に双子9玉取り付けてみました。はい、では秘密のマーク見てみましょう。はい、あれだね、両土台に子供が2人いるって感じだったね。うん、では星座ブラスターで読み込んでみましょう。はい、でいきます。はい、はい、じゃあ召喚。はい、感じ、操作。ドッキング。はい。コントロール。一緒かな、これはね。特殊攻撃。いい音だな。うん、必殺技。はい、キューバックルエイシン君にちょっと取り付けてみましたけども、ちょうどぴったりかな。うん、うん、いきますね。あ、そんな感じだね。うん、はい、これでなりきり遊びができるわけですね。うん、キューバックルとセーザープラスターですね。はい、はい、はい、それではボイジャー開けていきましょうか。うん、でちょっと数が多いので、パパとエイシン君一つずつ開けていこうか。はい、まずはじゃあどうしよう、エイシン君がじゃあサソリボイジャーで、パパがワシボイジャー開けたいと思います。はい、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 こちらが9玉合体02のデラックスサソリボイジャーですね。はい、はい、エイシン君持ってくれてますけど、どんな感じですか。と尻尾がある。うん、そうだね、尻尾でこんな風に攻撃するんじゃないかな。そうだね。プシッ、プシッ。はい、でここにハサミがあって、うん、ここに足がある。そうだね、足いっぱいあるね。うん、うん、じゃあキューレオンに合体するためにちょっと変形させてもらいます。はい、まずは足を閉じる。腕、あー腕、はい、この尻尾をそのまま上に上げて、うん、前に、あ、ここに来た、こうする。キュー玉をちょっと回す、それで完成。これでもう刺せるんだ。うん、なるほどね。これは今左腕状態。はい、じゃあカメレオンを外してサソリをセット。あ、こんな感じだね。うん、なるほどね。じゃあ次は足にしてみましょうか。はい、足の状態は、うん、このサソリボイジャーの足はそのまま、うん、後ろへ、で上に向ける。うん、このハサミと顔の部分を上に上げる。うん、9玉を回して、うん、セットすれば完成。あ、これで完成。うん、はい、じゃあセットします。はい、よいしょ。あ、こんな感じ。うん、あー、ごっつくていいかもね。そうだね、足に合ってるかもしれない。武器っぽいのがあるから、うん、手でもいいのかもしれないね。そうだね。はい、続いてこちらですね、9玉合体08のデラックスワシボイジャーですね。はい、
これね、なかなかいい感じですね、うん、すごくかっこいい。そうだね、うん、ピンクのあの女の子の戦士、あのロボみたいなね、うん、あの子のボイジャーだと思うんだけど、でもすごいいい感じです、うん、かっちょいい、羽もすごく動くし、こう羽ばたけもできる。あで、お尻のところにキュータマがついてます、うん、これも変形させていきましょう、はい、まず腕なんだけど、これそのままです、はい、そのまんまこれがこうちょっとだけキュータマ回転させるのかな、これでガチコーンって合体させます。おじゃあいきますよ、はい、ここでせーの、ガチコーン、こんな感じ。はい、完成。うん、結構すごいよね。うん、いい武器になりそう、この羽根がね。そうだね、うん、お次は足ですね、うん、足も結構簡単で、首部分をこう90度回転させます。ガチンとなるまでね。だからこの羽根をくるっと1回転させる、こっちも、うん、で、折りたたみます、はい、これで完成、はい、これが足状態で、またキュータマを動かして足にセット。おお、これもいい感じですね、うん、すごい今回ほんといいよね、うん、このワシボイジャーなんですけど、うん、この背中部分に突起があるんだよね、うん、で、この9連の後ろに、ね、穴開いてんの、うん、ここにくっつくんじゃないかなって、やってみていい、うん、せーの、うん、お、くっついた。おー、これで羽になるの、すごい。これはね、箱にもまだ書いてなかったので、うん、もしかしたらネタバレかもしれないです。はい、ネタバレだったらごめんなさい。そうだね、まあでもこれで6体合体できてるね、うん、はい、では続いていきましょう。エイシン君が04の天秤ボイジャーで、パパがヘビ使いボイジャー、これを開けていきましょう。はい、はい、それではエイシン君の方ですね。キュータマ合体04のデラックス天秤ボイジャーですね、はい、これ最初からロボなんだね、うん、人型になってる。そう、ちゃんと足がよく動きますね、これね、すごいね、カリ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 ってね、うん、でもうこんな感じで腕上げて右左動かすことができますね、うん、なんかシールド取れちゃうけど。おお、こうやって防御もできるんだ。ほんとだ、あ、すごいじゃん。へえ。で、真ん中にキュータマがついております。はい、では9連音に合体させるために変形させてもらえますか。はい、まずは腕にする。うん、で、まず腕にするときはただこれを下ろす、体部分を後ろに分離するのね。そう、折りたたむ感じかな。折りたたんで、はい、足はもうそのまま、そのままで、うん、このシールド部分、うん、前に出して、はい、これでキュータマを回して、首を畳まなくていいの。ああ、畳む畳む、完成です。これ完成。はい、右腕かな。うん、よし、じゃあカジキボイジャーを外して、そのままこんな感じですか。はい、すごいごっついね、これ動かすの大変そうだけど、うん、じゃあ次は足状態にしてみましょうか。はい、はい、お願いします。じゃあ今度は足状態、うん、まず足を畳む。はいはい、畳んで、はい、で、両腕をそのまま後ろへやって、はい、完成です。はい、じゃあ狼ボイジャーを外しますか。はい、よいしょ。はい、で、ここにキュータマをセット。はい、こんな感じですね。はい、ちょっとあれかな、不格好、これが長いかなって感じですね。そうだね、これ折りたためないのかな、こうしちゃった方がいいんじゃない、なんか。そうだね。はい、続いてこちらがキュータマ合体06のデラックスヘビ使いボイジャーですね、はい、これも天秤ボイジャーと同じで人型です、うん、足もよく動きます、はい、で、お腹の部分にキュータマついてますね、うん、それで腕状態に変形させたいと思います、はい、天秤と一緒で体をぐじゅっと後ろに回転させます、はい、そして炎部分、これ腕がね、こうなんとこれね、一つになるのよ。あ、こっちで一つになります、うん、で、倒します、うん、で、顔の部分は前に倒します。ちょっとだけかっこよく曲げます、はい、そうすると手になるんですが、これなんとヘビなんですね。これすごいよね、うん、すごい、これヘビだよ、うん、いい感じ、うん、でしょ。はい、こんな感じになります、はい、これすごい、これほら噛み砕くんだ、攻撃いいね、これ、うん、これすごくいいと思いますね、うん、強そう。次は足状態にしましょうか、はい、足状態はこの
先ほどの顔を後ろに倒しますね。お、後ろに倒した。そしたら蛇使いボイジャーの足を折りたたみます。あ、折りたたむ。これはさっきの天秤と一緒だね。うん、はい、これで完成です。はい、はい、こんな感じです。うん、天秤と同じ感じだね。そうなんだよ、ちょっとね、後ろが天秤と蛇使いはもったいないんだよね。うん、これは腕につけた方がいいかもしれない。そうだね。うん、はい、それでは今回のボイジャーをすべて両手両足につけてみました。はい、右足がワシボイジャーで、左足がサソリボイジャー、はい、右腕がヘビ使いボイジャーで、左腕が天秤ボイジャーですね。はい、はい、天秤ボイジャーちょっとね、さっき間違ってましたね。うん、あのこれが正しい形みたいです。はい、はい、ちょっとねこの辺窮屈だったもんね、さっきね。うん、うん、すごくない？そうだ、すごい。あのね、このヘビ使いと天秤のボリュームがすごいから、うん、やっぱこれは手につけた方がいいね。そうだね。うん、いい感じ。あとワシは背中につけてもいいかもしれないんで、これは別のボイジャーでもいいかもね。そうだね。いやすごい。ちょっとじゃあ鳴らしてみようか。はい。素晴らしい。うん、はい、ではボイジャーについてきたキュータマを見ていきましょう。はい、こちらがサソリキュータマですね。はい、じゃあマースライドしてください。はい、はい、おお、サソリ、これあサソリだね。うん、サソリになってますね。次が天秤キュータマですね。はい、番号は4番です。じゃあマースライドお願いします。はい、はい、天秤になりました。はい、続いてヘビ使いキュータマですね。はい、番号6番マースライドお願いします。はい、OK、 ヘビになって、ヘビになってね。うん、最後にワシキュータマですね。はい、番号は8番マースライド。はい、OK、 ワシ、ワシだね。ワシか。では星座ブラスターセットしていきましょう。まずはサソリから。はい、サソリキュータマ、タイムチェンジ。おお、そうだよね。うん、これはキューレンジャーの一人だからちゃんと言いましたね。はい、サソリ。じゃあ召喚。サソリボイス。はい、サイザコントロール。じゃあドッキング。はい、じゃあ特殊攻撃。はい、視察。次は天秤キュータマ。はい、天秤キュータマ変身。アスターチェンジ。うん、天秤召喚。天秤ボイス。お、なんかかっこいい音鳴った。うん、召喚。あ、コントロール失礼。ドッキング。これは一緒だよね。うん、では特殊攻撃。おお、必殺。次は蛇使いキュータマ。はい、
ヘビ使い。今気づいたんだけどさ、うん、これ星座チェンジっていうね、うん、テレビではスターチェンジって言ってたのに、うん、なんでだろうよくわかんない、まあいいや。召喚セイザゴーヘビ使いボイズ、ヘビ使いボイズ。長い、びっくりした次は召喚、あ、コントロール、タオル。長いね、うん、ヘビ使いだからね、うん、次はじゃドッキング、では特殊攻撃、なんかこのルーレットみたいな音、わかんない、必殺はい、では最後にワシキュータマ、はい、ワシキュータマスターチェンジ、わし、わしはの召喚わし、おお、コントロール、ドッキング、特殊攻撃、おお、必殺、はい、ということで今回はキュータマ転送デラックスキューバックルとキュータマ合体シリーズ02サソリボイジャー、04天秤ボイジャー、06ヘビ使いボイジャー、08ワシボイジャーでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録、コメントいただけると大変嬉しいですね。はい、なんと、キューレンジャー関連のおもちゃが大量に発売したということもあってですね、はい、4本連続でキューレンジャーの動画となりました。はい、びっくりしですね、うん、レビュアー泣かせのバンダイさんでございました。はいでもね、今回のロボやらチェンジャーっていうかコントローラー、変身コントローラー、うん、すごく出来がいいので今後にまた期待したいですね。はい、でテレビも、ね、すごい楽しかった、うん、展開はすごい早かったけど、うん、面白かったね。そうだね、うん、久々にスーパー戦隊見たけど良かったと思います。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。